はい、皆さん、おようになる。本日は令和5年の11月の8日ですね。えー、ただいま18時を過ぎました。はい、今日はですね、えー、広島地方裁判所で、えー、木下文雄の裁判、えー、こちらに赴いてきました。 裁判所の方は、えー、どうだったかというと、あの比較的裁判所の中は人少なかったですね。えー、308という、まあ、小さな部屋でやったんですけれども、えー、傍聴人はゼロでした。<laughs> で、その前にですね、15時からの裁判があったんですけど、あまり私、時間に間に合わないっていう。<laughs> 裁判見たたことがなかったんですよねだけど今日はたまたまなんか前の裁判が長引いたのかななんか5分ぐらい遅れてきましたねで中入ってちょっと傍聴してそしたらまあそこの事件の人たちは和解だったんですよで別室に行って和解をしましょうっていうことで行ったんですけれどもで 私の15時半の裁判になったら、まあ、書記官が戻ってきて裁判をやったっていうことなんですけど、まあ、最初に書記官の方からね、被告の方の弁護人は来ませんよっていうふうに言ってました。はい、それで、書訟の方は一応、ファックスで相手の被告のね、岸田文雄の弁護士の方に送ったということを言ってまして、 で、えっ、ー、と、一応、承認申請の方は却下しますということで、裁判官が言いました。で、あと場所の確認ですね、本浦町6-6って言ったかな、えっ、ー、と、当該場所、このことを問題にしてるんですよね、ということで、裁判官の方から確認があって、で、それから、 うんと憲法15条かな、えー、と憲法15条の方はえっ、ー、は、1項を主張してるっていうことでいいんですかっていうふうに裁判官から聞かれたんで、はい、それでいいですよと、えー、憲法15条1項でいいですということでね、お伝えして、で一応判決がですね、えーと、じゃあ次回判決になりますということでね。 えっと、まあ、あ告記したの方はね、言い訳、言い訳できませんよね。えー、自分が都合が悪いこと、自分に利,利があることなんか一つもないんでね、えー、っと自分が批判してる、法律違反をしているっていうことなんで。うん、で、判決はですね、12月の8日って言ったかな。 12月の8日の10時、<laughs> えー、大東亜戦争の開戦記念日ですね。面白いことになぜか。はい。でと、今日はそれで県警の本部の方に行ってきました。で本部の方は、えー、サミット対策課、えー、こちらの ーと対応ですね対応の情報、すべての情報ということで、これを情報公開をしてきたということで、それからあとは広島の西警察署ですね、えー、こちらの方の情報公開、えー、これ、駐車禁止取り締まりですね、これらを行ってきましたで、あとは広島県教育委員会の今、裁判やってますよね、弁護士費用を返せとかなんとかっていう。その に関する弁護、訴訟の、えー、訴訟の内容とかね、そういうものを全て一式、えー、これを情報を公開してきましたので、また後日ですね、えっ、ー、と、12月ぐらいになってからでもいいかな、11月の末、早ければ、皆さんにご紹介をしたいと思います。はい。それで、えっ、ー、と、最後なんですけど、えっ、ー、と、今日裁判が終わってから、あの、不審な人物がいたんですよ。 えと裁判所でまああのまあ別に婦人って言っても、まあ、どこで何しようか、まあ、あの自分たちの人権の自由なんでね、えー、好きにすればいいっていうことは、まあえー、当然当然のことなんですけどね、まあ、法律を犯さない限りで別に好きなようにやればいいだけのことなんですけれどもね それで、えっ、ー、と、面白いことに、あのー、まあ、裁判所の中ではね、私も、えっ、ー、と、カメラ使ったりとか、動画撮ったりするっていうことは、ちょっとね、えーと、当然決まりがあるんでできないっていうことで、で、えっ、ー、と、まあ、あのー、それは控えてたんですよね。で、えー それ出てきてから何か、あのーまあえー、なんだかよく分かんないけど、えー、結局私の後ついつい,ついてくるわけなんですよ、えー、だから何か興味があったんでしょうねところが、えー、とカメラが設定してあるっていうのは気がついてないんですねえっ、ー、とこれであのー、結局でとぐるーっと私が回って また元の位置に戻ってきてで、えー、とその人間を、えー、とその人間がですね <laughs> え動画を撮ってそのまま動画をつ、えー、回したまま、えー、っと何か私に用があるのかなと思って後をついてったんですよそしたら面白いところに入ってきましたよ。面白いところに入ってきました それもすべて動画で撮ってあります。はい。顔もバッチリ撮ってあります。はい。で、まあ、あの、YouTube 動画見てくださってる人たちは皆さんよくわかってると思うんですけど、これ、あの、メンバー、メンバーの中の、メンバー、えー、の動画の中で <laughs> 公開しますんで、 もしよかったら見てみてください。あと、それから、あの、朝、ま、南方の方の会員の方ですよね。こちらの会員の方にも、えっと、この人物見ても、どこの誰か分かんないと思うんですけど、この動画を見れば、最後に、ああ、ここ入ってたんだっていうのが分かればね、ああ、なるほどなっていうふうに言ってるのが分かると思うんで、まあ、ぜひよかったら、 まあ、あのメンバーの方だけですけれどもね、えー、とあと、サミナミ法の、ね、登録している人、まあ、会員の方だけ限定なんですけれども、よかったら参考にしてみて,てください。まあ、普通の人でもね、最後にそこ入っていったところを見ればね、ああ、なるほど、そういうことかっていうのがわかると思うんですけどね。まあ、ここでは、あのまあ、無事の情けって言ったらおかしいですけど、まあ、ここではあのお手柔らかにっていうところでね、 あの非公開にしておきますけど、まあ、まあ、公開したっていいんですけどね、あの皆さんの要望が強かったら、公開してもいいなとも思いますけどね、前にも何回かあの公開したことあったと思うんですけど、あれもう非公開にしちゃったかな。でも、いまあ、だにの動画自体は残ってますんで、あのもしあの興味がある方がいらっしゃいましたらね、えーと、それ言ってくれればいいと思います。はい それから、あとは、まあ、某、あの、広島県警の某、某、某氏ですよね。こちらの方も、面白い情報がいろいろ入ってきてるんであの、タレコミも入ってきてますんで、あのぜひともねあの、こちらの方はメンバーシップの方でね、やってますんでね、よかったら参考にしてみてください。 まあ、面白いことやってますよ、皆さん。<laughs> えー、皆さん、面白いことやってます。それから、あと、なんか、あの岡山県警からなんか、出張してきた人たちが、なんか、警視制っていうかな、言ったかな、なんかマッチングアプリで女性と会って、女性の写真を撮って、こんな、これ、犯罪になるよって言って、なんか、自宅とか電話番号を聞き出しをつそうとしたって言ったけど、まあ、やってることが幼稚すぎますね。うん。 まあねあねの高級もらってんだからちゃんとねお金を払ってねしっかりとね合法的なところへ行って遊べばいいのにねやっぱりそういう人ほどお金をけちケチるんですよねやっぱりあなぜなぜかあの自分のものは自分のもの他人のものも自分のものっていう感じでねまあつつましくね質素に生きようとする。<laughs> 気持ちがあればね、あのせっかく今まで気づいてきたことを失わなくてもす済むんでしょうけれども、まあいい機会だからね、身ぐるみ履入ってもらった方がこの人のためですよね。はい、何しろ、まあ、組織で死刑のさえ受かればねあの、いいんだっていう頭で今まで何十年間来てね、軽視姿になったんでしょうから、まあ、そういう人はやっぱり壁の中に入ってね、檻の中に入って、やっぱり事故,事故と、えー、対面してね、 自分の心というものと向き合ってね、人生っていうものは何なのかっていうことをね、改めてね、考える時,期時間が必要かな、なんていうふうに思いますけど。はい、皆さんいかがでしょうか。はい、ということで、今回は終了いたします。